ャレコメカナメストーン。よろしくお願いしまーす。浦渋谷、この辺も地図じゃ。おし。シャレコメカナ。キューまだいける。シャレコメカナ。何がまだいける。なかなかね、その自分の働きと、その対価、バランスですかね、やはり。そこの部分が難しいと言われてますけれども。まあでも前を向いてね、やっていくことが一つ感じる。結局ね、何やろうが前を向いて、なんか言ってることはなんか、こうちょっと薄めの内容ではあったのかなと。まあまあな。でも最終的にはこう前向きにさ、落とし込めたっていう、そんなんじゃないよチャンネル名。え、じゃあ何なんだよ。じゃあね、ごめん、考えました。いや、僕こそね、悪い。あいて。どうしたねえ。どうしたの。違う、お前は今の良くなかったよね。どうしたの。だからお前を、バーってやっちゃったのよ、俺の時にね。で、どうしたのって言って、謝る感じやってるのに、ここ、お前、ここ、俺の唇がついちゃったからって言って、ここで吹いてた。なるほど。でさ、人のこと心配するんだったら、こんなの気になんないじゃん。どうしたのって。なのにお前は、こう、どうしたのどうしたの。ね、人間性だよ。ああいうとこに出るっつってんの。お前だっつってんだ。ああいうとこに出んだよ、人間性って。悪い、そうはな、確かに。ねえ、確かに。悪いと思ってる、それはな。ねえ。んねえ、何でもさ、悪いんだよ。これって、この、いや、悪いんだよ、じゃなくて。毎動画やんなきゃダメ、これ。いいね。ざまあ見ろ、俺のノコギリやられてないぞ、まだ。何で、そんな、どうでもいい。今日はね、嘘だろ。もう一回出させてよ。もう一回出させてよね。っていうのはですね、何と思ってるんじゃないですか、このタイトルだと。過去にね、一回メルカリで出品したと思うんですよ。ね、それをもう一回出させてよということです。あとですね、まあ出品させてもらうんですけど、なんですけど、理由としては、買ったんですけど、で、いいものなんだけど、なんか着てないなっていうのを。であれば他の人に着てもらいたい。そう！そういった思いがあったんです。かな？で、かな？え、そう、なんで言う言葉としては。いやいや。嫌だよ、もう一回同じこと言うの。超教わってんじゃん、俺、お前に。ごめんね。じゃ、異様だよ。なんかその、もう、普通になんかやってるけど、異様。ここだけ見てる人とかいたら、いや、怖ってなってるみたいな。なるんだよ。みんな好きで見てくれてるから。それはありがとう。そんな人に対してさ。先生、うるせえんだよ、お前は。えなり参りしてさ。だってしょうがないじゃないか。あと一緒の感じだったもん。俺のあだ名？うん、そう、えなり参り。えなりで入ってくるっていう。そうだな。シャレかな。じゃあちょっとね、それで来てもらおうということです。で、値段設定とかもしていきましょう。いい、楽しみ。楽しいでしょ。お金の話だから。楽しみ。さあ、行きましょう。俺からにするじゃあ。あ、いいよ。じゃあ俺は、一回何か、もしかしたら、シャレかなでも紹介したかな。これなんですけど、あの、LL ビンの。確かにこれ一回も来てないな。なるほど。俺さ、これ絶対着ると思ったんだよ。その、オレンジ入ってる。そう、オレンジ入ってるし、で、ベージュ？なんで、ちなみに着なくなったの？わからん。あ、着なくなったってか、一回も着てない。わからん。マジだって別に。一回はさ。だって、俺これ今見ても、お、かっけえじゃんって思う。わかるわかるわかる。かっこいいしね。で、何がいいって、LL ビンの、これ旧タグで、で、しかも、メイドイン USA なんだよ。それは素晴らしいことだ。で、なんの、あの、何？なんか嫌な部分もないのよ。なんでだ？わかんない。で、ボタンとかも可愛いし。うん。俺はこれはちょっとレジがでかかった。もしかしたらでかかったのかも。なんか。これ山口さんだったらちょうどいいサイズだよね。まあもしかしたら。ね。そういうでかめに着たいなっていう人だったらいいのかもしれない。うん、そうだよね。俺にはもうもしかしたらでかかった。俺もこれ、言ったらメルカリで買って、賭けみたいなとこがあったからさ。わかるわかるわかる。で、もしかしたら着たらでかかったのかもしれないんだけど。ポケットとかかっこいい。ポケットとかさ、膨らんでる。そうなの、これ立体になるとことかかっこいいじゃん。うん。で、これね、誰かに着てほしい。いや、かっこいいよ、これ。じゃこれをちょっと出品します。オッケーオッケー。はい、グッさんは。はい、俺はね。はい。RJC というブランドの。これいいよね。ハワイでしょ？ショーツ。そう。ハワイ。ちょっとね。うん。あの、サイズが M なのよね。あのさ。うん。いいなぁ。
これ欲しい時あるレジ。あったんだよ。着る時ある。あった。じゃ、これ入ればあげるレジ。なんで入んねえんと思ってんだよ。入るよこの。これ入るこれ。入るよね。あんま伸ばさないでゴム。でもいいよ。また買う俺も。な。うん。だからいいよ。でもいいだろ。うん。これかっこいいよ。履いてもらおう。ハワイのさ、やつでしょ。これちぎんないでそのままにしといたのよ。これいいよね。メドインハワイ USA って書いてる。書いてあるからね。はい、コセントコットン。いいよね。このシンプルさがいい。ゴムだから。あ、もしかしてスイム、このゴムのやつってスイム、そうかも、ね。パンツでもあんのかな。うん、そうかも。で、ちゃんとポッケも3つあるから。うん。いいです。ただいいよね。俺にはちょっとちっちゃいかなということで。まあね。出品。じゃあこの1点かな、じゃあ。違うんですね。なに、聞こえない。低すぎて。もう一回聞きたい。うえろえ、ねえ、どこで発動してんの、エロ。俺だよ俺。あれあ、なにこれ、誰この人。俺こんなじゃねえし。いでえな、お前、頭に爪突っ刺しやがって。あ、なに、なんか書いたのオリジナルの人間。うわ俺消えちゃうやおい、似てる人が、あったら消えちゃうみたいな言うな、ドッペルゲンガー。俺消えちゃうよ、これとお前、向き合ったら。我はこれ。これいいの？これだってもう非売品じゃん。非売だけど、うん、まあまあ、着たい人着てっていうこと。はいはいはい。うんうんうん、いいじゃん。そうそうそう。そうこれね、XL。いいね。うん。男性もいけるし、そう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 、女性はオーバーサイズでもいける。そうそうそう。レジマニアの人がね、これを買ってくれる。じゃあ俺もう嫌だからね、これだけ売れ残るとか。俺もう、あの、うん、じゃあ、うん一、うん、日売れなかったら、うん、もう、下げるから。買い取る。俺が買い取る。マジで、まあ、だから、同じ人間っていうかね、うん、ちょっと笑ってみて、レジ。違うよ、もっと。なんだよいつもの怖い笑顔頼む。ムカつくな、マジで。いつもの怖い笑顔。いや、もうさ、なんだ、いつもの怖い笑顔って。すげえやだ。じゃあ、出品していこうか。ね、値段を。まずこう写真とこと撮ってみて。あ、ほんと？そう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 。じゃあ写真撮る。その時にこう設定していこう。うん。じゃあ撮って、うん。俺のやつで出すから。うん。前出したやつね。うん。うん、簡単にできるから、やっぱり、うん。出品っていうのは。これ、目幅を。ねえ、あのさ、うん。あのさ、何？出品する時ってさ、うん、あのさ、うん、写真あげるじゃん。うん。なんか怖いな、これ。危ないな！え、何何出品する？ダメ！一個罪犯したんだから、その分謝んないと。ごめんね。ダメ。謝る気ない。え、意味ねえじゃん。ああ、謝る気ない。謝ったのによ。お前はマジで。え、何出品するとき何ミャンマーよ何ミャンマーよって言って、俺、ミャンマーよーって言う。あんまーよーだしな。何だから、うん、出品するときって、うん、あの写真載っけるじゃん、うん。あれってさ、人間の顔とか載っけてる人いるいやー。いるよ。いる？いるんじゃない？こんなことしてる。だからこの人のデザインですっていうので、うん、俺とこの人ですっていうので、で知らない人が買ってくれるかもしれないじゃん。そうだな。うん、普通にいいぞってなって。そういいぞってなって。ね身幅ってここ？うん。身幅55。身幅55。はい。はい。であと丈？肩幅。あ肩幅。うん。あ丈も欲しい。でもベストって肩幅いらなくない？ベストいるんじゃないでも。そう。まあまあいいけどね。別に。そんな、関係ねえよって言うんだったらいいけどね。嫌、うん、だよ、そんな。ちゃんとしたい、俺も。これ、竹？木竹。68。はい。じゃあ、肩幅。38。ちょうどいいな。うん。いいんだよ、これ。かっこいいから、めちゃくちゃ。オッケー、もうこれでいいよ。ほんと？うん。じゃあ、上げていくわ、もう。上げて上げて。もうそんなサクサク上げれんの？いけるいける。すげえ。じゃあ、出品しますか。して。すぐ反応あったら嬉しいな。ね。うん。いいね入るとかさ。いくらですよ、ちなみに。俺はね、これ、もう別に、あれなのよ。来てほしいっていうことだから。うん。どうしようかな。レイジってさ、うん、うん。014、それとも012？ 012。うん。2じゃない？ 2？ うん。じゃあ、12円。だよ、その、12円さ、ただであげるわけにもいかないっていうか、うん、その、ただでプレゼントっていうことでもないから、メルカリって。うんうん、だから、いい、俺12円とか。だから、来てほしいだけだから。あの、活躍させてほしいだけ。
だからゼロあると思う。12円ってできるのかな。え、できないの。わかんない。ちょっと一回やってみるか。やってみて。フィッシングベスト。LL ビーン。LL ビーン。で、さっきの。うん。メモってくれてたんだ。さっきのやつ。そうそう。で、入れるんだ。おお、これ、この容器してる人分かりやすい。ね。うん。これ欲しい情報、ね。欲しい、欲しい情報。このサイジングって。なんかこう入れたいワードあるレジも。大切に来てくれる方、大歓迎。大切に来てくれる方、大歓迎。どうそれ。そういうの書いたりするの？いや、それ見る、そういう人。じゃでもさ、どうせ知ってくれって、お前のアカウントバレてるでしょ？まあまあ、じゃない人にもやっぱ届く可能性もあるから。いいよ、じゃあ、それでも。それでもいいよ。あ、300円からだって、レジ。300から？じゃあ、どうしようかな。じゃあ、315円。それは何？最高。で、うん。まあ、売れた場合、はい。10% 引かれて284円入ってる、うん。そんな感じなんだ。うん。はい、出品完了。反応があったら嬉しいな。よっしゃ、どんどんやっていこうか。はい。おぉ、もう、出てる。ほんとだ。出品表に。あれ？何？なんか変わる、買ってる。嘘でしょ？え？もう売れた！売れた！え？売れた！ソールドだ！すげえ！すげえ！はいよ！すーげえ！貼ってるよ、多分。もうちょっと出てくると思って。あーでも多分お客さんなのかな、買ってくださったのかな、大事に来てほしいな。すげえ。でここのこの写真も言っとく、うん、俺がお願いお願い、俺がモデルですっていう、お願いお願い、ちょっと待って、ねえ何してんのそれ。俺言ったよねさっき。はい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 。うん、ガツくな、はいはいとか。さあ、行きましょう。ちょっと、いつもの怖い笑顔なんで。それそれ、近い。ちょっと違うけどね。いつもに比べたら。なんで俺がこいつに寄せなきゃいけない。俺がオリジナルなの。いつもの怖い。お前は勝手に俺を商品にしたんだろ。で、俺がオリジナルだから。それやめて。いつもの怖い笑顔で。いるのこんなさ、いるメルカリにそんな人。てかもう売れたよ。すごいな。うん。身幅何？70。でかっ。肩は？肩幅73。え？これビッグ系なのか。てか、うん。何？身幅より肩幅の方があるの。うん。すごいね。同じなのかもしかしたら。うん、うん。同じにしとこ。なんか通知とかってあんのやっぱり。登録してたら、うん、出品した瞬間にこの人が出品しましたよみたいな通知たん。あ、じゃあそれやってくれてたのかな、もしかしたら。俺設定してるもん。あ、そう、そういるの、うん、そういうアカウントの人が。そう、フロックっていうのが。うん、橋本。忘れるの。何フロックって。あいつのアカウント名。なんか調子こいてつけてるけど。これさ、ウエスト最大何センチとか。確かに。あ、また。ふん。やめてもらっちゃう。最大50。あ、ってことは100。100までいけるの、うん、ウエスト。すごいな。それお前、入ればとか言ってたからね、俺に。ギリじゃない、レジ。お前。最大。やってろ、それって。な。いつか俺の雷食らうんじゃない、お前。雷。ほら。今撮ってんだ、シャレかなっていう恥ずかしさも、バレるという恥ずかしさもあるよね。その確かに、うん、価格を、うん、あ1000円。いいね。まあ、でも安いと思うよ。1000円でも。1000円でいかして、うん、価格決めて出品完了。さあどれぐらいで売れるかね。じゃあその間にこれ、ね、こっちの、うん、これトップページですよ、画像。俺が入ってるやつがトップ。そういいね。すぐ売れろよ、すぐ。カテゴリー0時ない。なかったな。ないんだ。一つも。かつく、こいつ一つもなかったとかさ。ちょっと遅れてるかな。ないんだとしたら。なるほど。それメルカリにね、言ってると。うん、うん、うん。カシマアントラーズの。やだ、気に入られたい。なぁ。かつく。
売れてなくね、お前のやつ。嘘だろ。ほら見ろ。ちっきし。ほら。やべ。てかじゃあ、さ、知んない人が買ったんじゃない ?315 円。嘘でしょ?おっしゃーって言われて、USA の LL 瓶。俺の、だって破格だもん。でも、うん、俺の、うん、俺の狙いと違うんだけど、もしそうなってたら、俺のことを知ってる人に届いてほしくて、この価格にしたのに。人間が遅いやったにしようかな。人間が遅いやった。かっこ0時。え、てか、マジ、死んない人が買ってくれたのかな?いや、だって、可能性はあるんじゃない?あるよね。うん。もしね、これでライブ会場とかに来てくれてたら、おーってなるけどね。うん、いくら?1000。うん。500。いや、でも安いと思うよ。普通に買うより。はい、出品!おい!さ!あー、されたされた!あ、いた!いた!でさ、いるのトップとかにあんな人間が入るやつ。俺は初めて見た。あ、なんかさ、違反食らわない?違反。違反食らわないよね。俺嫌だからね、違反食らうの。うわー、メッセージ付きですね。最高です。お客様でした。よかったね。よかったー。いや、しかも素敵なメッセージ付きですね。あえて読みませんが。うん、うん、っていうか、よく知ってたね、このアカウント。いや、難しいよ、このアカウントをたどり着くのね。うん、じゃあちょっと梱包しよう、俺。山口は梱包しなくていいんじゃない。なんで。売れてないの。ただ、やだな、レイジが売れてないっていうのも。そうだよね。うん。そういう意味では、やっぱりその、レイジも、これ、売れろっていう願いを込めて、うん、そうだな、うん、売れろの願い込めて。うん。え、うん、なんかブーって来た。なんか来たぞ。なんか来たよね。あれ?なんか人間顔が。え?人間顔売れた?書いてあったかも。人間顔売れた!え、誰が買ってくれた?ちょっと見てみる。え、これ、カラメとか関係ないとか。まだわかんない。でも違う可能性もあるからね。でも一つ言えるのは、うん、これ、ベストを買ってくださった方とは別の方。そうだな。ね?うん。優しいんじゃない?でもそのベストの人も。ね。いや、優しいよ、優しいよ。すごい柔軟剤のいい匂いしたよね、それ。マジ?いや、するよ。あなたもう麻痺しちゃって分かってないのに。でもやっぱ、おのおのこう、洗ってもらって、うん。洋服好きの方なのかな?この LL ビーンのベストを。いやだってさ、そんな欲しいもん。まあね、うん、でも最高円だから、最高円な。しかも見て、この梱包うまくない。あれ、成長してないでな。すげえうまくできた。すげえうまくできたよ。なんか入れとくか。あ、そういう作戦。あ、まあそれはでもついてからのお楽しみだな。なるほど。うん、どう、ショーツだけ売れ残ってる。ショーツ好きな人が買ってる。このフォロワーだけじゃなくて、うん、そこで行くしかないな。確かに。ちょっと畳ついてるけど、これ勘弁願うわ。いや、願っといたけど、うん、畳すげえつくからね、畳って。畳ってすげえから、うん、オッキー。あとは紙袋に入れて、うん、紙袋に入れて送ろう。うんうん、よっしゃー、完成。はい、できました。イエーイ、完成。じゃあ、あとは紙袋に入れて送りますんで、またね、これももし売れたら送りましょう。そうね、すぐ売れてほしい。うんね、うん、また何かのタイミングでやると思うから、チェックしてね。チェックよろしく。